女男関係ないし、年下も年上も関係なく、やったらやった分だけ評価していただける、他にはない会社だと思います。まあ一番いいのは言いたいことを言う会社、結果次第で、まあ、認めてもらえる会社なので、まあ、僕自身平成生まれの25歳なんですけれども、この新店の店長を任せてもらえたり、夢がある会社です。めちゃくちゃ大変だけどめちゃくちゃ楽しい、楽しむことです。楽しいことをするべきです。サービスとは永遠の課題なんですけどお客さん今日どんな感じなんだろうなっていうのを考えて先読みして、例えば癒されたいお客様には癒しを提供しますし、楽しみたいお客様には楽しみを提供しますし、愛です。働くスタッフが楽しむこと、これがやっぱりお客様に伝わっていいレストランっていうのが、まあ、体感してもらえると思うので、まずは自分たちが楽しむことをモットーにしてます。まあ、どういうお客さんが何しに来たのか、どうすれば喜ばせるのかっていうのを僕の中のサービスですね。ハピネスサービス、まあうちだってハッピーであればサービス提供するときは絶対お客様もハッピーになる。満席で音楽が聞こえないぐらいお客さんの活気で盛り上がってる。今までお客様のことしか考えてなかった。お客様の満足度を上げればプレイヤーとして大丈夫じゃないかっていうのを考えてたんですけど、やっぱ店長になって、スタッフのことも考えられないといけない。でそれをスタッフをどうやって 100% 出すのかっていうのもとても難しかった。僕がサービスをしてお客様を喜ばせた時っていうよりは、僕の、まあ、メンバーというかスタッフたちがお客様を喜ばせてるのを見た時がやっぱり一番やっててよかったなというか、店長でよかったなって思います。まあグローバルダイニング入るとビジネスマンになる、人件費原価とか、どうやって人を回すとか、どうやって売り上げ上がるとか、やる気があって、まあ、自分の能力を、まあ、一度しかない人生の中で、まあ、最大限に高めたいという意欲のある人とか、貪欲な人がやっぱりこの会社には向いてると思います。お客様を本気で喜ばせたいって思う方は絶対に成功できる会社なので、何回でも失敗しても何回でもチャレンジすることができるんで、受けないでやってほしいな。たまたま自分が始めた会社ですけれども、若い世代にもそれを引き継いでもらって、よりお客様に喜ばれ、より社員に大事にされる会社になれたらいいなというふうに思います。いい店作りたいって思う人はぜひ入社していただきたいなと思います。一緒にその地域で一番のお店で一番笑顔あふれるお店を一緒に作りましょう。